こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。F2 次期戦闘機の開発が進む中、やはり日本は国産に関わっている。F2 戦闘機時、開発の時に国産化できなかった、その思いがあり、今回は純国産を狙って計画している。だが、やはり米国の草案なども出てきて、今後どうなるのかわからないが、日本には開発段階ジェットエンジン XF9 が存在するのをご存知だろうか。F22 戦闘機ジェットエンジンと比較すると、同等かそれ以上の性能を持っている。そんなジェットエンジンの存在を知ってか、米国がテンペスト計画に日本を猛プッシュしている。では、そんなすごいジェットエンジンを詳しく紹介していきますね。ほんと量産するようになると、もっと改良が進む。もっと進化するかもしれないですね。日本の航空軍事市場においてエポックメイキングとなる。ジェットエンジンが防衛装備庁に納入されたのは2018年6月でした。プロトタイプのたった1機でしたが、IHI 社開発のこのエンジンは話題を集めることとなりました。というのは、XF9 の1と呼ばれるこのジェットエンジンこそ、航空機、戦闘機用に開発され、現在の国際的スタンダードと比較しも、全く引けを取らない高性能を実現した画期的なものだったからです。今回納入された F9 の1エンジンは、アフターバーナーを使用した場合の推力は、15トン以上ということですから、F22 ラプター戦闘機の F119 エンジンの推力 15.9 と比べてみても、引けを取らない数値と言えるのではないでしょうか。ちなみに F35 ライトニング2戦闘機の F135 エンジンのアフターバーナー使用時の推力は 19.5 トンということですので、XF9 の1エンジンよりも高い数値となっています。ただし、これがプロトタイプのエンジンであることを考えると、今後の推力向上も考えられるでしょう。アフターバーナーについて説明しますと、エンジンから出される排気ガスに燃料を噴霧することで、燃焼力をよりアップさせることで推進力を高くしていくシステムです。XF9 の1エンジンの場合はこのアフターバーナーなしでも推力11トンという記録を出しています。XF9 の1エンジンが注目を集めた理由として、今までは国産エンジンの分野ではこのような優れた1戦級の性能を得ることは困難でした。しかし、この分野で世界に通用する性能を見事に実証してみせたことが理由と思われます。ちょっと昔の話になりますが、現在使用している航空自衛隊の F2 戦闘機は、アメリカ製の F16 戦闘機を土台として開発すること決定されました。その大きな理由の一つは、戦闘機に搭載するエンジンを日本国内で開発できないからアメリカの技術を真似るということだったのですが、それを思えば今回の XF9 の1エンジンは快挙と言えるでしょう。この時も日本独自で戦闘機開発を目指すべきだという意見は確かにありました。
しかし、政治的な判断や戦闘機のいわゆる機関部分の国産化はかなり難しかったのが当時の現実だったのです。でも今は違います。いよいよ日本の国産エンジン製造に目処がついた状況になりました。F2 戦闘機の後継機となる F3 戦闘機ですが、アメリカとの共同開発が確実と思われますが、XF9 の1エンジンを獲得したことで、新しい選択肢が増えたということは間違いないでしょう。前述のように、XF9 の1エンジンは、現在流通している戦闘機用エンジンに、求められる小型、軽量という必須要素をクリアしていますし、それに加えて、推力15トン以上というアドバンテージを確保しています。これは素晴らしいことで、秀逸と断言してもいいと思います。XF9 の1エンジンのデータですが、先に挙げた F22 ラプター戦闘機の F119 エンジンは、全長 5.16M、直径 1.168M なのですが、XF9 の1エンジンは、全長が 4.8M、直径は 1M であり、比較すると、コンパクトなサイズということがお分かりでしょう。単純に推力だけを強めたエンジンを製造したいのなら、サイズが多少大きくなることを許せば、案外簡単に達成できるようです。しかし、これぐらい小さいサイズであり、かつ強力なエンジンと、完成されていることが最大のポイントと言えるでしょう。というのは、現在の戦闘機に必要不可欠と考えられているのは機関部の小型化なのです。小型化することで、これはステルス性能も高められますし、機体内へ収容させる兵装の量も増やすことができるという一石二鳥のような両立に役立つことになるのです。無論、ステルス戦闘機を独自で開発するとなれば、このような兵装を収容するためのウェポンウェイの技術的ノウハウなどの様々な課題が山積していることは言うまでもありません。でも、最大の関門とも言われるエンジンの小型化がクリアされたということは心強いと思われます。その他の状況を紹介します。2019年6月、XF9 の1エンジンの推力変更ノズルが開発中ということが航空見本市で公開されました。これによって、実用化に向けた準備が着々と進められている事実を国内外に印象づけるものになったようです。推力変更ノズルというのは、ジェットエンジンの排気の方向を変化させることで、戦闘機が進む方向を調節する装置のことです。XF9 の1エンジンは、ノズル式の推力変更装置によって、最大20度の角度内なら、機体の制御可能と言っています。開発の進む XF9 の1エンジンですが、明るいことばかりではありません。というのは、次期 F3 戦闘機自体の着地点が定まっていないのです。こんな状況では、大事なプロトタイプが活用できないという最悪のシナリオの可能性も考えられると推測されるのです。ここに来て、当事国である日本よりも、
次期 F3 戦闘機に関心を持ち、重要視していると思われる国があります。その取り上げ方ですが、方向性が定まらない計画を名指しするだけでなく、これによって自国の安全保障が脅かされるといった論調で騒いでいるのです。その国こそ隣の韓国です。中国は日本を総敵国とみなし、ことあるごとに言いがかりめいた言動や行動を起こしてくれますが、韓国は曲がりなりにも日本と同じくアメリカの同盟国です。言うならば同格であるはずなのに、日本が第6世代戦闘機である F3 戦闘機を開発することに危惧を示しています。何回も言いますが、次期 F3 戦闘機計画は何も決まっていません。白紙状態と言っても良い状態です。それなのに、そこまで気を回されるというのは、韓国は日本の戦闘機に怯えているという感じもしますし、むしろ日本の技術力を過大評価されているのではないかとすら思ってこそばゆい気持ちもします。その反面、太平洋戦争終結から75年、韓国はまだまだ日本を一方的に仮想敵国だと思い込んでいるのかと驚くやら、悲しいやら、複雑な気分になってしまうのは、筆者だけではないと思います。韓国は、軍備に力を入れつつあります。原子力潜水艦や航空母艦などを、購入したがっているようですが、国力と軍事力が、釣り合わないのではないかなどとも考えてしまいます。韓国の軍備は一体どこに向かおうとしているのでしょうか。迷走はまだまだ継続中ということですね。